加毛町。加毛町は、鹿児島県の中央部にあった町である。アイラに属していた。2010年3月23日付で、同じアイラのアイラ町、カジキ町と合併して、アイラ市が発足した。滋賀県にあった加茂町は、がモと濁って読むが、こちらは、か、モと濁らずに読む。鹿児島県の中央部、鹿児島市から巻田へ。 1> 約15キロ1 5トルの場所に位置する内陸の町である。東西約1 1 7キロメートル、南北約1 5 0キロメートルで西側に尖った三角形状の形をしている。北西側の薩摩仙台市との境界には4 0 0ルから5 0 0ル程度の山が並び、川内側と別府側の分水界をなしている。一部薩摩仙台市側から流れ込む小さな河川もあるが、 おむねこの薩摩仙台市との境界付近の山を、源流とした川が、加茂町内を流れて、次第に合流し、別府川を形成して、姶良町川へ流れていき、姶良町と梶木町の境界で、鹿児島湾、近郊湾に注いでいる。町の北部、西部は、山間地帯となっており、大半が森林地帯であり、人工林が多く、谷間や盆地となっている場所に集落と田畑が、 形成されている。南東部の姶良町との境界付近は、別府川によって形成された標高の低い平地になっており、ここに、カモ町の中心市街地が形成されている。畳の原料として使用したカバの草が繁茂していたことから、カモという地名がついたとされている。カモという地名は、平安時代初期の日本語記に初めて出てくる。駅伝生において、 大隅国鴨駅と薩摩国田尻駅の間が長すぎるために804年延暦23年に薩摩国くぬぎの村に新たな駅を設けたと浮き述でこの鴨駅は現在の下級徳付近にあったものとされている。大隅国の国府があった国部付近と薩摩国の国府があった川内付近を結ぶ交通路上の拠点であったとみられている。 宇佐八幡宮の留守職であった藤原京清が、宇佐八幡大宮氏の娘との間に儲けた息子、藤原春清は、1120年、保安元年に、大隅国の垂海へ下ってきて、続いて1123年、保安4年正月に、加茂院に入っての地域の総領職となった。そして宇佐八幡宮を誕生して、加茂八幡神社を創建した。以後、春清とその子孫は、 ガモウ氏と称して、カモウ城を中心としてこの地域を支配するようになった。以後ガモウ氏はガモウを所領とする豪族であった。しかし1459年、長禄三年になり、隣接する調査を支配していた、島津末久はガモウを攻撃し、まだ若かったガモウ氏15代当主カモウ・セン・キヨ氏は、これに対抗することができずに、島津忠国の指示を受けて、ギー氏に移ることになった。 その後は、島津末久の子、島津忠康がガモウを支配していた。ガモウ先期は、終始、島津忠政の配下として行動し、島津末久が、島津忠政と対立するようになると、末久法のイブスキ城を攻撃するなどし、ついに1495年、明王四年ウルー2月に、丘陵のガモウを与えられて復帰することができた。戦国時代後期となると、 ガモウ氏は、島津氏と対立するようになった。1554年、天文23年、カジキを支配していた肝キ,キ氏は、島津氏の敗下となり、肝キ,キ氏とガモウ氏の対立から、ケドウイニヨシエ、イリキカズツギ、ガモウノリキヨが、島津氏に対して背いた。ガモウ氏は、援軍のヒシカリ渋谷氏などと共に、カジキの肝キ,キ氏を攻撃し、これに対して、 島津高久が救援を送った。ガモからカジキにかけての各地で戦いが繰り広げられた後、9月になって岩吊城の戦いが起こった。島津氏が日本で初めて鉄砲を実戦で使用したと言われる遺説もある。現上であるため苦戦したが、10月3日になり、陥落した。さらに1555年、天文24年肝月氏と共に、 調査平山城の家道院義恵を攻撃して4月2日、家道院へ敗走させた。その後かまた青年が調査児頭として敗され、同年7月27日に家道院氏が調査を奪還しようとて来襲した際には、援軍を得ながら家道院氏を退破した。1556年、工事2年には松坂城を3月と10月の2回にわたる攻撃で、陥落させて、 ケドウイン氏からのガモウ氏への救援をほぼ絶った。そして、ガモウ氏の援軍に来ていた、ヒシカリ氏を1557年、工事3年2月から3月にかけての戦闘で撃破し、ヒシカリ人を陥落させたことで、カモウ城の包囲を完成させた。援護の得られなくなった、ガモウの力よは、同年4月20日ついに降伏し、ケドウイン方面へ退去していった。こうして、ガモウ氏は、 平安以来の領地を失い、この地域の島津市の支配がほぼ確立した。江戸時代のガモウは、現在の町役場のあるあたりに、地頭刈屋が置かれて、周辺に武家屋敷が並ぶようになった。また、これより東側には、野町と呼ばれる商業地区が発達した。ガモウは、明治初期の調査によれば、氏族が人口の66%をも占めている武士の率の、 高い地区であり、聖兵として知られていた。江戸初期には、林業の振興や和紙の生産の開始など、食産工業政策も進められた。1739年、原文4年には、重富号を調査号から分割した関係で、それまで加茂里に含まれていた木津志村が山田号に移された。この時の加茂里が、後の加茂町の領域に、 ほぼ相当するようにな。1889年、明治23年4月1日に、町村政施行により、愛楽城久乗村、下牛徳村、米丸村、北村、久末村、西野浦村、白男村、漆村が合併し、加茂村が発足した。さらに1928年、昭和3年11月1日に調整を施行し、加茂町となった。 1955年、昭和30年1月1日には、山田村、木津市の一部を編入し、残りの山田村は、調査庁、重富村と合併して、姶良町となった。2010年、平成22年3月23日には、姶良町、梶木町と合併して、姶良市が発足。調整志向、江戸時代初期に、宮之城の領主で、薩摩藩の過労をしていた、 島津久道が、植産工業政策の一環として、ガモウの地質が杉林の育成に適していることや、川を利用した水運の瓶が良いことなどから、造林事業を行った。これにより、ガモウ目浅杉を中心とする林業が発達した。また、武家の副業として、製紙業を奨励したことから、カモウ和紙の生産が盛んとなった。1950年。 昭和25年10月1日時点で15,887人いた人口は年々減少しており過疎の問題が起きている過去の人口は以下の通り出店は国勢調査町内を国道高速道路鉄道は通っていない最寄り空港は鹿児島空港最寄り鉄道駅は日本本線調査駅 主要地報道を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。